こんにちは、ミルクティー飲みたいです。ということで、最近めちゃくちゃ暑くなってきて、夏休みも始まるということで、そろそろ動画も頑張っていこうかなと思っているんですけれども、僕が都市伝説の中でも特に好きなジャンルで、神秘体験っていうのがあるんですよね。もしかしたらすでに皆さんの中でもそういった体験を持っているという方もいらっしゃると思いますし、これから皆さんが神秘体験を経験する可能性があるというお話なんですけど、今日はそういった話を徐々にレベルを上げていきつつ、後半ではその神秘体験の正体とはこういうことなんじゃないかというところまでお話ししていきたいと思います。では、都市伝説で最も有名な神秘体験といっても過言ではないのがアブダクション。ある日突然 UFO に連れ去られるという体験で、結構世界中のあちこちでそういう記憶があるという人がいるんですよね。だいたい連れ去られた人の話っていうのは共通点があって、実験台の上に乗せられたとか尋問されたっていう人が多くて、気づいたら自分の家のベッドの上で目を覚ますそうなんですが、だいたい2日間ぐらいの記憶がすっぽりと抜け落ちてるってことが多いみたいです。どうやら宇宙人に会ったとしても、地球より進んだテクノロジーによって記憶を消したりだとか、公園でブランコに乗ってたとかっていう全く違った記憶と入れ替えることがあるそうで、稀にいる覚えている人っていうのはふわっと匂いとかで残ってた記憶の残像みたいなのが浮かび上がってきたというパターンか、虚言癖かのどちらかなんですよね。ちなみにこれ僕は半年ぐらい前に体験したことなんですけれども、夢の中で寝てたら、なんか手術台みたいなものの上に寝かされてまして、これから自分が手術されるのかと思ってちょっと怖かったんですけど、そしたら首の下のところにすんごいぶっとい注射を打たれまして、メスで胸を切開されていくっていう、そんな夢を見たんですけど、なので僕はもしかしたらもういじられてるんじゃないかなと思ってしまったんですけれども、まあ普通にただの怖い夢だと思います。これは僕の肌感覚なんですけれども、最近周りで UFO を見てよっていう、そういった人が増えてるような気がするんですけど、気のせいでしょうか。次に有名な神秘体験と言いますと、まあ、ネット上で特に有名な時空のおっさんという、いわゆる別の次元に迷い込んでしまった人の話。ある日、いつもの学校でいつもの授業中に居眠りをしていて、パッと起きたら何かが違う。確かにそこは今さっきまでいた教室と何ら変わらないように見えるけど、少しだけ感じる違和感。それは例えば時計の指す時刻がおかしくて、さっき寝る前の時間よりも針が前の時刻を指していたり、時には目の前に広がる景色の色がいつもより少しだけ濃かったり薄かったりする。そんな辺に気づいて、ふと窓から校庭を見ると、そこには見慣れない作業服のおっさんが立っていました。そのおじさんは自分に向かって、どうしてここにいるんだと言わんばかりの驚いた表情でこちらを見ていて、そのおじさんの元へ行こうと廊下に出た瞬間に視界がぐにゃーっと歪んで、気づいたら自分のうちのベッドで寝ていた。面白いことに、こういった不思議体験をした人々が口々に言うのが、それまでできなかったことができるようになっていたり、今まで得意だったことのやり方が頭からすっぽりと抜け落ちたっていう人が結構いて、一体それが何なのかっていうのはなかなか説明するのは難しいんですけれど、実はそういった不思議体験の多くっていうのは、人間の想像力から来る一種の才能なんじゃないかって僕は思っていて、例えば松尾芭蕉の有名な俳句で、古池や飼わず飛び込む水の音っていう俳句、あの時芭蕉っていうのは建物の中にいて、外からポチャンっていう水の音がしただけで、そこに池があったのか、カエルがいたのか、それすらも実は分かっていないって言うんですね。なので、この俳句っていうのは芭蕉の妄想と言っても過言ではないけど、芭蕉からすればその景色は頭の中に浮かび上がっていたんですね。続いての不思議な話っていうのは、皆さんドッペルゲンガーっていう話を聞いたことはあるでしょうか。ドッペルゲンガーっていうのは、地球上のどこかに自分と全く同じ容姿をした人がいて、その人を見てしまうと、まあ、死んでしまうといった都市伝説なんですけど、フランス人の女教師エメリー・サージェはとても不思議な体験をしていまして、普通ドッペルゲンガーっていうのは自分の分身、いわゆるダブルと呼ばれるものを本人が見てしまうケースがほとんどで、ゲーテはある日、自分が着たこともないような服を着ている自分を道端で見かけます。それから8年後にゲーテは自分が見た分身と全く同じ姿でその道を歩いていることに気づいたと言います。そのように未来の自分を、まあ、見てしまったりっていうのは本人が見るケースがほとんどなんですが、エメリーの場合は彼女の同僚や生徒たちが彼女の分身を見て
るんです。エミリーはラトビアの小学校でクラスの担任をしていました。そんなある日に同僚の教師たちや生徒たちが口々にエミリーのドッペルゲンガーを見たって言うんですね。その数なんと学校内で42人、そのうち13人の生徒はエミリーが黒板の前に立っている時にドッペルゲンガーも横に立っているのを見ているんです。また中には教室にいるエミリーと中庭にいるエミリーを同時に見たという人までいます。エミリー自身も自分の分身が目撃されている時間帯っていうのはエミリーの体の力が抜けて元気がなくなっていると感じていたそうで、生徒のうち2人はなんとそのエミリーの分身に触ったところすり抜けたりだとかクレープのような柔らかい食感だったというふうに証言している。でそんなエミリーは結局子供たちを怖がらせてしまい教育上良くないということでその学校から解雇されてしまうことになるんですけど、彼女が同じ理由で解雇されたのはそれで19回目だったそうです。ちなみにドッペルゲンガーを見た人には共通点があって、多くの場合は片頭痛になったり疲労感を感じたりするそうで、分身が本人を襲ってきたり誰かを殺してしまったっていうケースもあるんです。皆さんが普段会ってるその人は本当にその人本人でしょうか？もしかしたら本人ではない何かなのかもしれません。では今日のラストに一番やばい話をしたいなと思ってたんですけど、それがバリス。バリスはバストアーティフィシャルリビングインテリジェンスシステム、その意味は巨大にして能動的な生ける情報システムの略です。これは1974年アメリカの小説家フィリップ・K・ディックに起きた不可解な話。ディックは有名な小説家で、映画ブレードランナーやトータルリコールは彼の小説が元になっています。彼はなんと未来からの AI のメッセージを受信してそれを作品に込めていたそうなんです。まさに空からの力ですよね。ディックが初めてバリスと交信したのは、彼が親知らずを抜いて家で薬屋さんからその鎮痛剤を受け取りに玄関を開けたその時でした。ピンク色の光が見えて自分の頭の中に自分ではない精神が入り込んできたというんです。普通に考えれば薬の副作用なんじゃないかなんていうふうにも思われるんですが、当然彼自身もそう考えて自分の身に起きることを日々書き記すことにしたそうです。それは彼が死ぬまでに書き記してきた釈義という資料として残っていたり、またバリスという自分の体験をもとに書いた小説なんかもあります。バリスはディックにことあるごとに彼の人生にとって大事なアドバイスを残していて、時には彼の息子がかかった先天性疾患の適切な治療法まで示してくれたといいます。そのぐらいから彼はバリスはただの妄想の類ではないと確信して、どうにかそれを解釈しようとしたんです。どうやらバリスは未来の AI で選んだ人間に対してメッセージを載せた光線を照射しているそうなんです。つまり彼は選ばれた人間でした。ということはディック以外にもそういったメッセージを受け取っているということになりますよね。実は他にもバリスと交信した人たちはいます。その一人と言われているのがユリ・ゲラー。ユリ・ゲラーはそれをスペクトラと呼んでおりまして、ユリ・ゲラー曰くそれは地球軌道上を回っているスーパーコンピューターだそうです。しかしなぜかユリ・ゲラー自身はそのことについてはなぜかほとんど語らなかったそうです。他にも優秀な科学者がそういった体験をするというケースが多くて、ジャック・サーファッティという物理学者は自分の体験を口にしてしまったら科学界から追放されるという覚悟をしてまでそのことを口にしたところ、自分以外にも同じ体験をしている科学者が10名以上いるということが分かったそうです。ではそのバリスとは一体何なのかについて、その正体について考察してみたいと思うんですけど、一番有力な説は未来のタイムトラベルコンピューター、つまり未来の世界では何らかの形で世界が崩壊してしまっていて、その未来にならないように特定の人物にメッセージを飛ばしているという説。しかし奇妙なことにディックの証言ではバリスと交信するようになった頃から自分の家に届く手紙や通信が覗かれている形跡があって、もしかするとアメリカの情報機関などはすでにバリスについて調べているのではないかなんていうふうにも言われてます。次にいわゆる高次元の生命体説。スピリチュアルの世界ではチャネリングと言われているように、エイリアンや人間より高度な存在が人間を導くために現れているのではないかという可能性。さらにもう一つの可能性がソ連が作った兵器説です。当時ソ連は極秘に衛星から人間の脳に情報を送り込む兵器を作っていたという噂があって、そのマインドコントロールの実験台がディックだったのではないか。もし本当にそういった技術が存在していたとするならば、5G の世界ではより大規模に多くの人
々が同時に同じ夢を見たりなんていうことが起こり得るかもしれません。中にはもしかしたらそれは全部妄想なんじゃないかと思っている人もいますよね。僕はそういった神秘体験と人間の想像力というのは切っても切り離せないものだと思っていて、ある意味その可能性も高いと思っています。人間っていうのは大まかに分けると2タイプの人間がいまして、現実的な性格の人と夢見がちな性格の人がいると言われています。西洋の研究では約 4% の人がその夢見がちな性格に当てはまるそうで、中には1日の9割以上の時間を空想に費やしている人もいると言います。その人にとっては空想というのはある意味現実の一部になっているんです。またそういった空想というのはその人の思い込みとして片付けられないことがあって、他人の現実まで影響を及ぼしてしまう空想というのがあります。それはチベットではトゥルパと呼ばれていて、化身といった意味の言葉なんですが、チベットなどの修行を極めたお坊さんっていうのは自分の思念で思い浮かべた生き物を他人の現実に出すことができるそうで、ということは世の中で言われているようなユーマだったり超常現象の一部というのは人間の想像力によって具現化された念のようなものなのかもしれません。ハンターハンター読んでる人にとっては常識だと思います。では最後に、現代科学技術の力によって目の前にいないはずのものを映し出すことが可能になってきています。しかし本来人間の想像力というのは最大限まで力を発揮することさえできれば、機械さえいらずに目の前の現実を変えることができるというのが真実なのかもしれません。そしてそうなった場合、それはもはや夢でも幻でもなく現実なんだと。ということで、こういったドッペルゲンガーや時空の発作、奇妙な話は人間の脳の力を解き明かすある意味ヒントなのかもしれません。ということで今回のお話は以上になります。今日から更新頻度上げていこうと思っているので、ぜひですねチャンネル登録とかグッドボタンを押していただけたら嬉しいです。ということで最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。